エレッセはイタリアのスポーツアパレルメーカー。イタリア中部のことペルージャに適族であるレオナルド、サルバディオにより1959年創設。革新的なスキーウェア、JET パンツを開発。1970年、当時、機能的かつデザイン性を合わせ持つスキーパンツがない時代に、サルバディオ氏は革新をもたらした。初めてスキーパンツに、 ストレッチ機能を施し、足にフィットさせた美しいパンツを完成。スキーにスマートで優雅なイメージを定着させた。テニスウェア販売開始。テニスウェアにパステルカラーを導入。このロイヤルスキーを契機に世界の注目を集めたサルバディオ氏が次にターゲットとしたのがロイヤルスポーツとして上流階級に楽しまれていたテニスであった。それまでのテニスウェアは、 白一色が常識であり、それが高貴なスタイルとされていたが、テニスはもっと明るく、そしてセクシーであるべきと考え、カラフルであり高級リゾートに溶け込む高品質ウェアを発表した。この常識破りで高貴なスポーツへの反逆的テニスウェアは賛否両論を呼び、あっという間に全世界の話題となった。このパステルカラーに彩られた。 テニスウェアはファッションセンスあふれる男女に受け入れられ、さらにはテニス全体のイメージを塗り替えてテニスの世界的大ブームを呼ぶことになった。エレッセが単なるエポックメーカーに終わらなかったのはサルバディオ氏のスポーツウェアはそれ自体が道具でなければならず、機能を備えた美に基づかなければならないという信念による。エレッセの名前の由来は創設者レオナルド・サルバディオ氏のイニシャル。 LS を使用。L のイタリア音 L、L と S のイタリア音エッセ、S、S を合わせ、LS となった。ロゴの名称は、ハーフボールマークで、テニスボールとスキーの先端をモチーフとしている。赤は、情熱、オレンジは、イタリアの太陽を、それぞれ表現しており、創立者、レオナルド・サルバディオ氏の美意識を現代に受け継ぐ、シンボルとして使用されている。ありがとうございます。